不気味な音を響かせるアメリカ最強の猛毒ヘビ。これすごい、ガラガラヘビ来ましたね。ジョマ東部ダイヤガラガラヘビというガラガラヘビの中では世界最大になるですね、種類になるんですけれども、もちろん毒の量も多くなるので、まあ、危険な種類ではありますね、はい、これがかの有名なガラガラヘビですよ。大きいものでは2メートル以上にもなり、その種類は50種類以上にも及ぶガラガラヘビ。北米、中南米の乾燥した草原や砂漠地帯に生息し、毒の強さ、被害数などどれをとってもアメリカトップクラスといわれる毒ヘビなんです。綺麗な色してるじゃないですか。なんかこれ金運が上がりそうな感じの色。まあ、本編の色じゃないですけどね、もちろん。あ、そうなんですか。実際の色は灰色っぽいですかね。これアルビノ種。そうですね。いわゆるね、その元々生まれつきこの色なわけなんですけれども、このガラガラヘビは生まれつき体の色を作り出すメラニン色素が欠乏したアルビノと呼ばれる個体で、本来はこのような色と模様をしています。そんなガラガラヘビの最大の特徴といえば、名前の由来にもなっているガラガラと音を鳴らすこの尻尾。これを超高速で震わせるんですよね。そうですね。それでガラ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 っていう音が出てくると。はい。一応正式名称をラトルというものになりまして、はい、こう自分が危険を感じた時とか恐怖を感じた時にそれ以上近づくと攻撃をするぞっていう、まあ、威嚇として使いますので。一応元々が抜け殻になりますので、はい、まあ、折れてしまったりする場合もあります。ラトルの実際の頃実物がこちらにあるんですけど、まあ、抜け殻なのでですけど、面白い。こんな感じで、これもガラガラヘビですね。体験していいですか。はい、大丈夫です。だ意外とポキッと折れるので。そうですよね。これ触った感覚はセミの抜け殻のような、ああいった軽い感触なんですよ。そうですね。ね、で一つ一つがこれがラトルで脱皮した、これはね回数なんでしょうね。そうですね。ね、うわー、なかなかじゃないですか。でちょっと手で指でちょっとこうやって動かしてあげて、聞こえます？あ、振ってもらうのが一番早いかなと。なんとなくね、なんとなく蛇がこれを鳴らすのがいかにうまいかっていうということですよね。わかると思うんですけど、これ何回くらい、1秒間にだいたい6往復ぐらい、僕が測った時はなんですけど、6往復してた。1って言った瞬間に6。そうです、ね、っていう感じでした。なので、まあ、ものすごい高速振動を使って鳴らしてるっていうものなんで、人間がやっても再現はできないできないですよね。ものになります。聞いてみたいな、ラトル。いやすごい。これ入っていいですか。するとガラガラヘビのラトルから発せられる警戒音を特別にバックヤードの中から至近距離で観察させていただけるというのです。今回お邪魔しているのは日本を代表するヘビ研究所。施設内に設けられたジャパンスネークセンターでは100種類に及ぶ世界中の珍しいヘビが飼育展示されています。今回高野地は研究所の皆さんにご協力いただき、すごい能力を持つさまざまな毒蛇たちの真の姿を取材中なんです。ではガラガラ蛇がラトルから発する警戒音とは。 GoPro を持って私自身が取材したいと思います。では開けますので、はい、一旦その扉のこの開く範囲ぐらいまでは下がっておいてください。はい、泣いてる泣いてる泣いてる、もう一応取れてはいますね。泣いてる泣いてる泣いてる、こんな感じでね。ラトル、ラトルが震えてる。ちょっとラトルを取りたい。そうですね、ちょっと待ってくださいね。頭を向こうにやればできますので、はい、こちらがラトルです。そうですね。これ警戒音ですよね。そうですね。震えてる。これが1秒間に6往復。そうです。とんでもないスピード。今バッチリ震えてますね。バチバチに震えてますけど、この音だ。この音がガラガラたるゆえんですね。このラトルの部分を鳴らすことによってですね、危ないよ危険だよっていうのを伝えてくれるというですね、まあ
自分の攻撃の範囲内ですねに入った場合は、まあ、素早く噛みついてくるというものですね。そう、むやみに近づけば当然危険な猛毒をガブリと注入されてしまいますが、実はガラガラヘビの場合、出会っても即座に噛みついてくるわけではなく、攻撃する前に一度自分は危険な毒ヘビだぞという警告のサインを尻尾のラトルを鳴らし伝えてくれるのです。ではこのラトルから発せられる警戒音は一体どういう仕組みで鳴っているのかというと、ラトルは脱皮をするごとに抜け殻が何層にも重なってできたものですが、尻尾を震えさせるとこの重なっている節が擦れ合うことで、このように音を鳴らしているのです。さらにこのラトルにはある秘密が。実はこう生まれたてのガラガラヘビにはガラガラはないという、ない音鳴らない節が1個しかないので。実際生まれて間もないガラガラヘビの赤ちゃんを見てみると、ラトルの節は一つしかありません。これがその後脱皮を繰り返すごとにラトルの節が一つずつ増えていくと、立派な警戒音を鳴らすことができるようになるのです。いやー、でもこれ実際に自然の中で出くわしたら怖いですね。そうですね、まあこの音が近づいて近くに鳴っているときは、まあ、近づかない方がいいというのが、うん、うわー、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いやー、ガラガラヘビのラトル、あれはね、夢に出てきそうですすごいですね。あの危機迫るもの、あれってやっぱり自然ならではの警戒音なんだなと思います。通常の生活しててあんなラトルの音なんて聞こえませんから、やっぱり異質なものなんですね。それにちょっと触れたことが私にとっては最高の喜びです。ありがとうございました。楽しかったです。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。